おはようございます、本日はですね、今からちょっとリンクのアウトレットに夫婦で行きたいなと思うんですけども、まずその前に今ちょっと昼なので、こちら青空市場の方で昼ご飯を食べたいなと思います。ちなみにどうですかね、お嫁さんは楽しみですか？お嫁さんはなんだこれ、楽しみです。海鮮は何を食べるんですか、お嫁さんは？お嫁さんは何にしようかね、お嫁さんと楽しみね。海鮮丼もあるし、魚も売っておりますが、どうですか？買っちゃうと腐っちゃうからさ。そうですね、じゃあまず腹ごしらえしてから、アウトレットってよろしいですか？そうですね。はい、では行ってまいります。はい、ということで、人生初リンクですね、はい。まあ、僕は何回か来たことがありますが、とうとう着きました。今日の買い物は、特に決まってはないけども、なんかいいのあったら買おうかなっていう感じですね。はい、まあ、僕は特に欲しいのはないんですけども、うちのお嫁さんがですね、やっぱり欲しいのがあるみたいで、秋服かな、うん、奥様は秋服欲しい？欲しいです。はい、ということで秋服をちょっと見に行こうかなということになってますので、まあ、僕の買い物は多分ないと思うんですけども、まあ、そんなこと言って買うかもしれんけど、おそらくないと思うので、まあ、奥様の買い物とあと雑貨とかを見るんじゃないかなというふうに思いますので、こちら行きたいなと思います。ちなみに意気込みはありますか？なんか意気込みありますか？これ狙ってるよとか、何かわかんないけど、うん、とりあえず可愛い服欲しいなと思うのと、うん、あ、ビームス。今日は拓蔵さんがスポンサーになってくれるということなので、いっぱい買いたいと思います。ではレッツガー。何これ1個目買いました。何買ったんですか？なんだろう、あれ上トップスやね。トップスですな、うん、ロンティーというかちょっとニットというか秋の、うんうん、狙い通りのやつやかな。うん、色味いい感じ、ありがとうございます。ちなみに今日の嫁の服はですね、いつも前も着てた服なんですけど、これは僕が、本来今日着ようと思ってたはずの服を洗濯したらシワだらけになったから、今日着るはずのやつが着られへんかったから、前回と同じ服になってるから、それは絶対動画で言ってねって言われたんで、それだけはお伝えします。だから服がないわけじゃないということだけお伝えすぎたいなというふうに思いますので、引き続きお買い物したいなと思います。よかったね。よかった。二つ目。あ、そっか、こっち次。ないんだ、まだ。うん。あっちからでも行けるよね。行けたかな。行けないか。後半へ続く。天気がいいね。さて、取材ございますか。なんで？帰る。どこ行く？あっち行かないの。あっち行くんか。行かない？いやいやいや、あっち行くねんな。行かないの？いいよ。行こうよ。何に合わせんだよ。わかんない。わかんないけど、もっと可愛いの欲しいな。あ、撮ってた。あれ声がこれで来るよ。どう？殴らんやん。あ
あそこの海綺麗やで多分。結局は松ハメになるんですよね。ほら、ここの大阪へのに東京ミルクチーズ工場を食べております。買います。もうヘトヘトなんでスタバを買いました。そしてミルクチーズ工場も待ってます。もう多分ですね、あの佳境に入ってるので、もう多分買えるか、最後セレクトショップ1軒ぐらい回っておそらく終わりだと思います。ちなみに僕は何も買ってないですが、一応スノーピークとかは行きました。またその感想は後ほど。ではもうちょっとしたら来るので、戻ります。ということで、終わりました。買い物どうでしたか？ニコ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 買っちゃった。3つやね。また、あとそれ嫁蔵の購入品は嫁蔵のチャンネルの方でレビューしますよね。そうね。それそうやん。そうなの。そのためにスポンサーしてねえから。あ、そうか。頼むでほんまに。はい、ということで、あのサードチャンネルの方で多分嫁蔵はレビューするんですけど、まあ、僕のは今日はアウトレットで何も買ってないんですけど、実はこの前の動画であのオレンジっていうセレクトショップに行ってて、これ実は同じ日なんですよね。まあ多分服装見てもらったら分かると思うんですけど、同じ日なんで、まあ、またそれはそれで動画また出すと思うので、はい、また楽しみにされてくださいということで、まあ、こんな感じで今日は終わりにしましょうかね。ヘトヘトです。もうめちゃくちゃ疲れております。足が棒です。荷物も持たせてもらいました。お金も払わせてもらいました。運転もして帰ります。では皆さん、さようなら。さようなら。